というわけで細々と作っていたワニエなんですけれども、ようやく完成と相なりました。はい、まあいざ完成してみるとすっかすかでびっくりしたわ。ああ、もうちょっと賑やかになるかなと思ったんだけど、まあワニの数そんないないっちゃいないから、まあスカスカになるのも仕方ないのかなと。はい、もうちょっとテイムしていきたいね。まあまたこれからね、あのイベントとかでさ、イベカラのワニとかさ、ガンガンテイムしてね、うん、もうちょっと賑やかにしていければと。あと他のマップにもいくつかワニいたよね、多分何匹かワニいたと思うから、それ輸入したりとかしてね、まあもうちょっと賑やか個体数増やして賑やかにしていこうかなと。で、全体像は冒頭に見せた通りなんだけれども、まあ細かく見せていくと、まずこれが入り口だね。まあ入り口って言っても、まあただ橋のがかかってるだけだけど、なんか俺のイメージだとね、ワニ園とかってさ、こう橋がかかってて、で下が結構深めの、まあなんつうの、池っていうのかな、池ってか湖みたいな感じになってて、そこからワニが見えるみたいな。で、ほれ上からほれ生肉とか垂らしたりするとバクってワニが飛びついてきたりみたいな、そういうのをちょっと想像してるんだよね。だからまあちょっとそれをなんか参考にして作ってみた。うん、なんかちょっと違うような気がしないでもないけど、まあ浅いからね、下が浅いっていうのもあるけど、まあちょっとそんな感じで今作ってみました。で、まあこういう感じでね、一周できるような感じになってます。一周ぐるーっと回りながらワニを眺めることができると。まあもうちょっと欲しいよね、やっぱりこっから見るとね、なんかスカスカ具合が半端ないのよ。てか遠いね、結構ワニが遠いのよ。まあちょっとここの下ね、結構深いんだよ。ここ深いからね、ワニがね立てないんだよね、これ一応まああえて深いところも作ったっちゃ作ったんだけどね、あの泳げるスペースみたいな感じでつけた作ったんだけど、思いの深くてちょっとワニがぷかぷか浮いちゃって、なんか変なところに流れてっちゃうっていう現象が発生したので、まあちょっと今はこう浅いところに全員待機させてます。はい、こんな感じでね。ちなみにあのうちのワニ園の特徴なんだけど、橋から降りてこうやって自由にねワニと触れ合えるというね、これが目玉スポットになってます。他のワニ園にはないでしょ。ワニあれ素人が、何の訓練も積んでない素人がこういうね、あのワニに直接こうやってね撫でに行けるという、これが俺のね、あのうちのワニ園のね目玉になってます。はい、で一応あとはね、ワニに乗れるサービスも完備してますので、こんな感じでね、はい、ワニに乗れるサービスも完備してますので、まあぜひ皆さんもね、ちょっとこうあれ遊びに来た場合はこれでぜひ乗っていただければと。まあただだけど一応無料だけど命の保証はないので、はい、それだけは気をつけてください。ちなみに餌になっても一切責任負いません。はい、あの棺桶の中で泣いてください。いや棺桶とかお腹の中かな、うん、お腹の中で泣いてください。まあでもね、大丈夫大丈夫、そういうね事故が起きないようにこういう管理小屋っていうものを作ったから、こういうね、なんかこれあるじゃない、こう動物園とか海外の動物園だったりするとなんかこう監視小屋っていうか、こう高いところに作られてるなんか監視小屋みたいなのあるじゃない、こういうのをちょっと作ってみました。はい、でここからあのまあワニ園をね気が向いたらね飼育員が見てるんで、はい、あの別に24時間あの365日完璧にね見張ってるとかそういうのないんで、はい、あの気分で、うん、まあ、なんか見るかってなったらあの飼育員いるんで、まあ運が良かったら助けてもらいます。はい、運が良かったら。でまあ麻酔銃とかもね、また気分で持ってますんで、まあ、気分がね良くてなんか運が良かったらワニに食われても助けてもらえると思うんで、まあそこら辺は安心してください。大丈夫です、皆さんの命はある程度保証します。はい、でまあちょっとここからだと見づらいんだけど、見えないかな、剥製をこういう風に、違うって。まあ一応サルコスクスの剥製をねこうやって飾ってあります。はい、あのこのサブリミナル股間はどうでもいいんだけど、そう、まあこんな感じで一応そこにあるね、あのワニ3匹分の剥製をこうやって飾ってちょっと色でしてますね。もうちょっとなんかうまいことなんか彩りをよくしたいかなとは思ったんだけど、でもなんかワニ園のさ監視小屋、こういう高いところにある監視小屋で彩りもクソもないよね、正直。うん、まあ、なんか机とか置いてか椅子とか置いたりするともっとそれっぽくなるかなと思ってるけど、まあ後々の改良プランといったらそんなところかな。うん、多分アーティファクトとか置いて照明を置いたりっていうのは多分しないと思う、あそこのあのラブホとは違って。うん、あそこちょっとラブホとは違ってね、うん、彩りを良くしたりっていうのは多分しないと思う。こんなもんかな多分。あとちなみにワニ以外にもカニがいたりだとかカエルがいたりとかね、はい、まあ、いろんな生物がね、いろんな水生生物がね多種多様にちょっと共生を図ってるワニ園となってます。いやー穏やかですね、穏やかですね。こうワニ園の中にカエルまで飼ってるという、くっそ穏やかですねこれ、本当にね。なんて平和なワニ園なんでしょう。え、さっきも言ったけど触れ合いもできるしね。え、もちろんカエルにも乗れますよこれ、こうやってね、こうやって乗れるしね、ワニにも乗れるしね、まあ、ね。え、懐かれると安心して乗れると思うんだけれども、まあ懐いてないうちはちょっと命ちょっと危ないかもしれないけど、まあでもさっきも言ったように管理小屋にね、あの気分で見張ってあげますんで、はい、皆さんの命はある程度保証してます。はい、まあまあ保証してありますんで、気分でね、気分次第で。なので安心してちょっと皆さんもこうやってねちょっと触りに来ていただけるとね、ぜひ乗って
楽しんでいただければと。はい、まあ運が悪いと、まあお腹の中に行くことになるけど、まあそれもまた一興ってことで、なかなかワニのお腹の中なんて見れるもんじゃないですからね。はいはいはい。まあ紹介できるところって言ったらこんなところかな。まあ時間はかかったんだけど、わりかしシンプルな出来になったね。思ったんだけど、意外とシンプルな出来になった。もうちょっとなんか結構賑やかというか、イメージとしてはなんかかなり豪勢な感じになるかなと思ったんだけど、意外と質素になったね。まあほとんどね、石と木で作ってるもんだから、そんなに豪勢なものにはなんないでしょ。アーティファクトで装飾とかしないし、さすがにちょっとね、なんか、まあ、さっきも言ったけど、管理小屋とかね、ここら辺 の橋とかをね、アーティファクトとかで装飾するのはなんか無粋かなと思って、ただ壁立て松明、ああいうのを設置したらちょっと面白いかもしれない。ちょっとまあ燃料くべるの大変かもしれないけど、燃料いちいちくべなきゃいけないのすげえ大変だけど、まあそういう壁だけのね、松明とか設置したらもっと雰囲気出ると思うんだけどね。まあそこら辺は気分で、はい、このワニ園全部気分で運営されてるんで、まあ、気分でね、ちょっとそこら辺は取り替えていこうかなって思いますわ。あとはそこのあれだね、農園っていうか、そこの土台もいくつか作り替える予定だから、今そのワイバンとか大量に塗ってるとこ、まあワニ園と組み合わせてちょっといい感じの見栄えになるようにもう一回作っていければなって思うわ。はい、というわけでちょっと簡単なんだけれども、まあワニ園一応完成しましたよっていうことで今回ご報告をさせていただきました。というわけで今回はここまででご視聴ありがとうございました。ちょっとこれから私はまた面白い生物のね探索しに行きますゆえ。はい、というわけでお疲れ様でした。